はい、皆さんどうもこんにちは、まるですけど、今回なんですけども、今回はなんと、新しくね、HK の新しい、らしいですね。らしいですね。ってことでね、炎の消防隊じゃなくて、なんか永遠の消防隊らしかったんで、ほんまににわかです。本当に申し訳ない。もうマジにわからんよ、本当にそこら辺。ただ、ね、調べてからやればよかったなと思います。あと、ここに今ね、歯医者行った後、こうめっちゃ麻酔かかってて、もう何の味もしない。だから、叩いても痛い。ちょっと痛かったな。でも全然本当にね、麻酔ってすごいよね。って話はまあ、とりあえずいいとして、新しい武器の、まあ、最終形態、これもいつもと同じような、いつもと同じというかね、もう毎回ね、これ高評価、なんだ人気企画なんでね、ちょっと早速ね、レベルアップの方していきたいと思います。こちらですね。待って、ちょっと待って。一旦ちょっとメガネかけよう。一旦メガネかけて。これワンチャンもしかしたらさ、お宝、ちょっと待ってよ。あ、あるわ、よかった。6枚あるわ。もう最近なんかレベルアップしすぎてて、なんかないのかなって一瞬思っちゃったんだけど、まあ多分いけるということで、とりあえず重機いきますか。これいつも通りこれちょっと、あ、戻ってきたよ。なんか下行くじゃん。なんか楽だったんだけど。おう。なんかさ、わかるかな？この右の部分、これスラッシュしてたらさ、スクロールかスラッシュじゃねえ。なんかかっこいいな、スラッシュって。なんかどっか行っちゃったんだけど。まあとりあえず、これもう一回やりますね、これ。これしっかりやらない。あぶねえ！あぶねえ！もう一回行くところやった。これ15回しか限定なんで。今これね、麻酔のせいでこれ喋れないんで、まあいつもは滑舌もっといいんですけどね、本当に。アナウンサー並みにいいって言われてるんで、僕の場合は。ということで、とりあえずこれ、レベルアップしていきましょう。これもしかしたら、これ、斧で殴れるようになるんじゃね？これ、銃剣作るでしょ、これ絶対。1回目いった。あ！ 2 回目もいける！ 2 回目もいける！ 2 回目なんだ？え？何が変わってんや、これ。これわかんないよね。これいつもさ、優しいからさ、左下にさ、この、なんていうんだ、ホット特性とか左下に書いてあるんだけど、これ画面見てもらったらわかるんですけどね。HK のこれ。大体ね、このチケットのところにね、大体他のやつだったら、これ見てください。これ書いてあるんですよ。なんかクールエフェクトついたり、スコープ塗装ついたり、撃破カウンターついたりって書いてあるんですけど、これ書いてないね。これ何が変わってんの？わかんない。え？待って。レベル3を交換しますか？これレベル3やんや。ワンチャンレベル15までは終わりましたね。無事終わったね。あんまり特になんか変わったような気も。あ、でもまあ、最初に比べたら、何が変わったんだ？まずは、なんか斧はないでしょ。で、これ2個目で斧つくじゃん。で、多分これ撃破カウンターこれ多分ついてんだよね。あ、斧と、何がついたのこれ？ 2 個目と3個目、2個目で斧がついて、3個目で、撃破カウンターがつくと。うわー、これなんかキルした時に気持ちいい音鳴ってくれればいいんだけどね。なんかなんだっけな、リヴァイ兵長の時とかのやつだったらなんか、ジャキンって音なんじゃん。あれいいよね、本当に。俺、ああいうのが好きだから、ぜひともそれを聞かせてください。お願いします。ってことで行きましょう。麻酔してるからかわからんけどさ、笑った時とかさ、こっち本当に多分なんか麻酔してる間ってなんか筋肉があれなんかなわかんないけどさ、こうやって口閉じるとさ、どうなるかってよ。なんか、ここの口角すげえ上がるんだよね。自分の顔見て笑うやつなんてなかなか笑うよ、多分もしかしたら。何この線。何なんだこの線。まあ、ってことでやりますか。さて、やったりますか。あ、敵いねえわ。もうおい、どこから落ち死んでんだよ。いや、初手でそんな高いところから落ち死ぬ人ってどこから落ちて死ぬんだ。何そういう趣味か。いや、まあ、とりあえず、まあ、あさりますか。HK、もうあったじゃない。うわ、神すぎんか。来た。あ、でもやっぱかっこいいっちゃかっこいいね、普通に。あ、でも嫌いじゃない。この斧はさ、銃剣あるか。これ銃剣ありそうだね。いや、ないか。銃剣はないさそうだね。あ、いや、あるわ。これは近距離のなんか武器を拾えば銃剣にできる。あ、そうなんだ。あ、それを、あ、その代わりになるってことね。なるほどね。これでじゃあこれを持てば、あ、わ、かっけえ。でもこれ範囲広いのかな。これだったらさ、この斧の意味もやっとなすよね。意味ないもんね、こんなの。本当になんかなんて言うんだろうね。あ、見せかけのミッキーみたいな感じだよね。いらないよね、なんかちょっと。飾りはやっぱね、ダメだからね。どうせだったらしっかりと使いたいよね。いやー、今回 HK だから、ちょっとまあ、もうちょっと弾欲しいな。オッケーオッケー。で、ドリンクだけかっこり取って、あ、ちょっとドリンクじゃねえ。なんだって、いくよ。あ、オッケー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 。わかったわかったわかった、反動。これやっぱむずいなーって思ってたんだけど。いや、まあ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 。まあ意外とね、可愛い反動なんだよね、言うたら。あ、でも何もつけなかったら、うるるるるんつってもう、滝登りみたいに上がっていくから、普通にね。滝の鯉登りみたいな。あ、でも、最初の3発ぐらいでしっかり決めないと。あ、ちょっと難しいですね。なんかいらないです。待って。背筋ね、しっかりピンって。でも背筋ピンしたら、頭切れるんだよな、これ。でもね、ちゃんとね、みんなね、これ、若い子はちゃんと背伸びをね、しましょう。背伸びじゃないわ。背筋ちゃんとピンって伸ばしながらゲームしましょう。猫背だと、もうね、僕みたいにも身長伸ばしたいなと思っても身長伸ばすことができなくなっちゃうんでね。まあでもこれね、本当にね、俺聞いた話によるとなんだけど、大人になって、というかまあ身長伸びなくなってからなんですけど、それでも身長が伸ばしたいっていう方、2、3センチぐらいだったら多分なんとかなるっていうその方法なんだけど、身長が伸びない方はね、接骨院行った方がいいらしい。うん。で、接骨院行くとどうなるかっていうと、大体ね、人ってね、結構ね、丸まってらしいの、大体の人やっぱり。背筋のね、骨がね、この骨がね、脊髄わからんけど、なんか背骨がね、なんか結構曲がってる方が多いんで、それをなんかね、まっすぐにしてもらうと、即席で1から2センチぐらい伸びるらしい。3センチなんかすごい下3センチとか伸びたりするらしいんだけど、3センチ伸びるのかな。俺聞いた話だとなんかそんくらい伸びるって話聞いたんだけど、合コンとか、あーなんか聞こえるね、合コンとか、なんかデートとか行くときに、男の子ってヒールね、履くのはちょっと違うじゃん。で、シークレットブーツ履くのもなんかさ、いや、俺は昔履いてたよ、シークレットブーツ。履いてたけど、そのなんか見せかけのね、身長にね、それやっぱ頼らないといけないときもあるんで、履いてたんですけど、でもそれじゃなくても身長をしっかり見せたい方、もうこれ接骨院行ってください。確かに伸ばしてくれると思います。これはしっかりと。待ってる、敵いないんだけど。銃声聞こえたなあ、いる。え、どこにいたこいつ。普通にいいんだけど。あ、いるわ。いや、これは HK でお仕置きが必要ですね。やばい、これ前で過ぎたらこれ死ぬやつなんで。一旦ドリンクはその人しっかりと。あ、いますね、後ろに。で、ワンチャングレとか投げられたらだるいんで。いや、てかアンチがそっちなんだよな。だからとりあえず一旦こっち回ります。で、やれそうだったらもうやっちゃってもいいような気はする。でも奥でやり合ってんだよな、もう普通に。ガスないから。いや、ないな。いやー、これ突っ込みたくないんだよね、怖いから。いや、でもやるか。もう男、見せろ。ちょっと待ろ、男を見せろ。しゃーいや、悪口じゃん。シンプルに悪口でくさ。なんか、いるよね、なんかね。悪口をなんか、こうやって自分のその名前にする人。もうね、ダメだよ。マジで傷つくよ。俺みたいな人傷ついちゃうからね、そういうの見たら。見てください、ほんとに。傷ついちゃうんで。うわ、いるなぁ。あ、お前それは延々にしてない、お前が悪い。抜きます。抜けませんでしたと。HK！ いやー、当たってる。いや、やれると思うんだけどな。いや、おー、なんか、交尾始まってるぞ、交尾。交尾じゃないこれ、交尾じゃない交尾始まるんじゃないこれ。一体全体どっちなんだい。あ、待って、やばい、これ。やばいです。あ、これはもう行きましょう。これもう行った方がいいです、これ。脇目も振らずに、とりあえず橋を渡ろう。もう渡った方がいいわ。これね、多分建築されてる。あ、建築じゃない。あーい、耐えるんです。耐える男は耐えろ。やめろてか、うわ、えぐいな、この車の。あ、やばい、ここ渡ってる俺。超やばい。けどそういうスリルな世界も悪くないよね。とりあえずここ当たろう。やばい、背筋ピンしながら行ったら多分打たれんような気がする。あ、でもおかげで頭これ絶対切れてるわ。絶対頭切れてる。これどうしよう。いや、いそうなんだよね。うわ、ここの検問見たらね、あの動画思い出す。ZT キャットさん、俺めっちゃ好きだったんよ、昔本当に。もう2年ぐらい前の話だけどさ、ZT キャットさんのさ、ここの検問動画、めっちゃ好きだった。キャットさんキャットさん今、何やってんだろうな。モンストだったっけわかんない。たまにインしてんのかな。なんかね、昔ね、そう、キャットさんとね、その、やったことが一回だけあって、サバーカでやったんかな。でもあれ、本物だったかどうかも覚えて何やってん？ OK、1枚やったやりー、1枚やりー。止まるなぁ。エッチだなぁ、そこで止まるのは。やめてほしかったが、だがしかし、君はそこで歩みを止めた時点で、君の負けだ。僕がここの高所を取るなんて君は考えてもいなかっただろう。だからいくまでたっても一人でしか荒野行動ができないんだよ。くそすげえ恥ずかしいやつ。ちくしょう、決めたかった。やばい、高所取られてる。あー痛い。あー、こんなところで自行為しても気持ちよくはなれないよ。あ、やばい、ガスに切れるこれ。いや、どうしよう。新しいガスに勝ったーおい、やめろやめろやめろやめ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 、ほんまに。うわ、やばい、もうこいつ因縁や因縁。因縁の対決になり、ガレージ。うわ、ガソリン欲しいな。うわ、やばいやばい、痛い痛い痛いめ。ずっと当たってる。いやー、もうだるいっす、ほんまに。ごめんなさい、だるいっす。もうやめましょう。もうやめましょうよー。うわ、ウェル止まってるわ。広いな。やばい、もうやめましょう。やめましょうよ、ほんとに。俺が悪かった。もう引きます。俺が悪かったんで引きます。ワンチャンここいるんじゃん。いないよ。これワンチャン乗れないかな。あ、乗れる。ありがてえ。圧倒的感謝。あー、待って、一旦そこの上行けないかな。あ、行けるわ、行ける。さて。上かなこれ。上っぽいけどな。でもあんまりキル数伸びないんだよね。やり合ってますね。俺が撃たれてるわけじゃないよね、でもこれ。どこだ？あの、六角あたりっぽくね？いや、いるー！なんだあの車。いや、あの車欲しい！あれ欲しいあれ取れないから。いや、行ってる最中死んじゃうから。いや、ちょっと泥棒していい？あれ欲しいわ。俺あれないともうやってきねえわ。頼む。ちょっとあの車取ろうぜ。いや、取れそう。いやー、考えること。あ、バカ！道を踏み外すな。高俊。うえぇいただけいただけ。あ、やばいやばいやばい。ごめんなさい。そう、自分の車やで。HKT があっちゃうんです。いいっすね、悪くないっすね。待って、やばいなこれ。そこの車一回ゲットするか。この上に敵寄った時がいっちゃんだるいけど、まあ、いなさそうなんで。うわー奪ったのいいけどな。いや、ガソリンがあってもだぞこれ。お前それは代償でかすぎるわ。うわ罪でけえ。ガチやばいな。ちょっと待って、どこにあったっけ俺の車。遠い、もしかしてこれワンチャン死んじゃう。ワンチャン死んじゃうんじゃない？うちワンチャン死んじゃうんじゃない？大丈夫これ？やばい。待ってやばい。あ、待ってやばい。あ、やばい。あ、やばい。こんなところで死んだくないやばい、初心者かってなっちゃう。やばい。俺止血どんくらい入れていいかわかんないんだよね。いや、いける。耐え。いや、まだ耐えれる。いや、でも結構痛いぞ、これ。いけるとこまで行こう。焦るな、俺。やばい。あー、結構アンチ遠い。頼む、帰ってくれ。あ、気持ちいい。ありがとうございます。マジでギリ。危ね。うわ、気持ちいい。アンチ、こんなギリギリ入るの気持ちいいの、マジで。やべえ、これ絶対いるわ。いや、マジ、左やめろよ、ほんとに。いないよな。はい、 OK です。入りました。 OK です。行きましょう。いるなこれ、絶対。あ、どこにいるの。うわ、奥いるな。そこ前行ったらな、怖いんだよな。そこちゃんとしっかり見ときゃよかった。後悔先に立たず後に立たず。やばい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 。止まんないんだよね。行っちゃった。やっちったやっちったね。ちょっと待って、マジ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 。いた、あいつだ、あいつ。やれ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 、やるしかない。もう男になれ。車線切りながらやれる。あいつはそこに行ったら、そんな上からもうめった落ちよね。オッケー、ロバート、もらってきます。 Thank you thank you thank you まあやろな、そこがいいんやろ。やばい、えぐり来てる。牽制です、牽制です、牽制です。帰ってください、帰ってください。ここで止まらないでください、お願いします。帰ってください。止まらないでーあー、やばい、回れ。よし、オッケー。あ、ガソリン切れた。いや、そんなことはない。うわ、いる、絶対いるや。やめてやめてやめて。やばい、待って、やばい、待って、本当にごめん、お願い、ほんまに許して。おい、頭いって入れてこい。待って、これ裏来たらこれマジ死ぬな、これ。よし、死にに口なし。帰ろ。おお、バカ、やめろやめろ、バカやめろやめろ、お前無差別すぎんか、それ。ワンチャンくれ飛んでくる説。あ、やばい、止めてくれ。ああ、やばい。やばいって。ワンチャン来てんじゃん。来てそう。ワンチャン来てそう。あ、いるわ、そこ。こっちもいるわ。あ、来てる。やれる。オッケー。お前、やればできんじゃん。HKT、やればできんじゃん。待って、あの車絶対強いな。車拾うぜ。これ拾った方がいい。絶対拾った方がいい。ちょっとメガネかけ。うわ、やばいの、俺で。待って、これ俺がさ、あ、俺のガソリンない車や。もうやってもうた。いや、えぐいとこ止まってもうた、これ。だよね。やめてや。もう一緒に行って。やばい。AUG 持ってる。もうこれ負けても悔いはないよ。これ飛ばすしかない。バカ。は、え、なにそのバグ。やめて、怖いって。いや、もうこれ無理だ。これ引かれるわ。引かれる未来しか見えない。いや、もう無理。上のあそこまで行けたら、ワンチャン。いや、大丈夫。いける。俺だったらいける。多分見えてない。オッケー。噛みすぎ。神アングル。ガチ神アングル。下いるな。1個下か、これ。あ、その岩下だな。でも1枚しかわかんないぞ、場所。下でしょこれ、多分。いや、わかんねえ。もう一枚どこだよ。下にいるならやり合ってくれよ、マジで。いや、これ見られてるか、ワンちゃん。わかった、これね。車を縦にして前行かせて。あ、なんかそこ登れんの、ガチ初耳学なんだけど、それ。いや、もうでもここで死んでも悔いはない。行きます。いや、でも1枚いるんだよね。いや、でも俺行きたい。やばい、もう止まらない、衝動が止まりません。オッケー。気持ちよすぎ。待って、絶対そこじゃね。そこ以外ありえないんだけど、位置的に。それかあそこ、ここの2個、どっちか。いや、気持ちよく決めさせてくれ。もう勝たせてくれ、俺にな。譲ってくれや、気持ちよく。ここはな、お願いします。みんなでいいとこ見せたいよ、俺。見せたい。さあ、どこだ。もう探しちゃ、もう俺から探しちゃ。そんなどこにいるかわかんないから、今度はもう俺が探しちゃ。え、ガチでないよ。え、あれ、これボットじゃね。いたー負けねえぞ、よっしゃはい、ということで、はい、圧倒的ジジです。圧倒的ジジです。はい、ってことでね。いや、最後ね、結構見せれたね、割と。うわー、これ777だった。このラッキーセブン全部揃ってた。欲しい。そういう意味でも欲しい。はい、ということで、今回は、こんな感じでね、またなんか、こういうなんか実写付きのやつも、なんかもしかしたら面白いかもしれないんで、まあもうよかったら、チャンネル登録のご評価よろしくお願いします。ということで皆さんまた、バイチャ。ニャイスのやつら。